作ります。光はほとんど届いておりません。山肌も雪積もってる。岩崎の踏切までやってきました。気をつけて歩いて帰ります。成田焼のヤシャゴチャンネル、みさぴょんです。みさぴょんです。60です。そう、本日誕生日のさんぴょんでございます。今日はちょっと有田が大雪だったんですけど、なぜか有田駅にいます。そう、有田駅におります。で、その有田駅にまで歩いてきたんですけど、これからはちょっとバスで帰ろうかなと思って。何してんだ足元。楽しい？掃除しようって。でバスが来るまで待ちます。スタート。このバスに乗って。時間どうする？分かんない。今日聞かないからね。乗り方知らんけ。本当？聞かない。有田駅前だよ、ほら。そうだ。お疲れ様でございます。整理券はトランバト。どこだ。失礼します。はい、いくら？どこですか？九段辻までいくらですか？あ、200円ですね。200円ということでバスになってます。どちらで降りられるんですか？局前です。郵便局前です。郵便局前ですね。はい、どういうことだろう。両替線かと。どうかな。両替ですね。久しぶりにバス乗ったじゃん。初めて。有田で初めてやろう。外では乗るやろ。今日はでもさすがに雪の道がすごいですね。そうですね。久しぶりですね。そうですね。昨日はまだ良かったですもんね。昨日はまだこんななかったですもんね。ですよね。でもバス大きいけん安定感があっていいね。だってまだ真っ白やったもん。車も結構光ってるじゃない。なんかこの辺になったら急にまだ残ってるね。
歩いてきた道があっという間に上に上がってくる。はい、ということで短いバス旅でございました。何も止まらんやったね。そうやったね、誰もおらんかったね。普段降らない九州有田で雪かきをしてみたのぞ。ちりとりでございます。結構積もってるね。さあどうだか。やっぱりするのとしないのでは違うんかね。そうね、人結果雪かきしたって雪かきしたってしいですか。60歳の誕生日に雪かき初体験。初ではないか。そうかね、結構太とね。そうね、厚みがある。あ、返せ、刺してみいや、もう刺しわかる。うん、立ってるか。うん、何センチ。3センチくらいかな。3センチか、意外とそうでもなかったね。3センチ結構太らん。そうかな。お店の前も雪かきです。頑張れ、サンピオンさん。こっちが雪が重いっちゃない、みんな踏んでるけ。2021年1月9日サンピョン満60歳、おめでとうございます。ええ、雪かきをしておりますが今日お誕生日でございます。おめでとう。またねー。